お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロワイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらの超高回転バルーンデッキをね紹介していきたいなと思います。でこちらのデッキですけど、あのみかんバルーンとね、はい、呼ばれるバルーンデッキでございます。あのみかん坊やさんがね、はい、昔、使っていたねバルーンデッキがほんの少し変わったようなデッキですね。はい、というわけで前までアイスピだった枠がこのねエレクトロスピリット、そしてまあザップだったんですけど雪玉にね、なった方を日本人の方でね唯一一人だけなんか使ってる方がいたんですよね。はい、でまあみかんさんも最近ちょっと使っててというところで、まあ、なんかエレスピになったことによってアイスピがねこうなんかいつもエレスピ動画で言ってるんですけども、こう大型に対してすごいね守りやすくなったんですよね。そう、防衛力が気持ちね、はい、気持ち程度ではありますけど、ちょっと上がったというところで、これやばいかな。おい、E1。さあ、そう、ゴレとか、まあ、ラバとかが、まあ、間違いなくきついんですよ、このデッキって。間違いなく。で今までアイスピだと、ほぼほぼきつかったくねっていうのが、今回ね、LSP になったことによって、まあね、今までよりかは全然ね、守りやすくなったという感じでね、はい、やっていけたらいいかなと。思います。さあ、そして今回の相手は迫撃デッキの気がしますね。迫撃、はい、迫撃スケバレの、まあ、あとマス系かロケ砲がどっちかいて、まあなんかムートがあるかギャングがあるか、まあギャングあったんでムートかなというようなね、はい、気がします。ここちょっとエレスピで一回だけ取って、相手あの迫撃を使ったんでこのバルーン単純にきついと思いますね。でまあ雪玉打ちたい部分もあるが、攻め雪玉も打ちたいんですけど、まあ一回防衛かな、防衛ファイブされるかなぐらいかな。さあ、であの迫撃地味に痛いのでプリンでちょっかい出しますね。あのこのデッキね、マジで攻めは結構なんだろうね、バルーン飛ばして相手が、まあ、空ユニットで対応してくるとするじゃないですか。メガゴとか例えば、だからそういうのはねこう攻めトルネードで剥がしたりとか、まあ、攻め雪玉でこうどうにかしたりっていう、なんかね攻めではマジでバルーン通そうと思えば、まあ、回転も早いんでね無限に通せるんですけど、一つ課題点というか守りが薄いんですよ本当に。アホみたいに薄くて、だからもう攻めに、あこれやばい、あなんでそっち向いちゃった、痛いって攻めになんかねもう9割ぐらい力注いで防衛1割みたいな、なんかそんなデッキなんですよね本当に。まあ、なのでタワーを折ろうと思えば結構折れるので、まあ、問題は本当に、なんか守りすぎない程度に守るって感じですかね。だからどうしても守れない場合はもう結構キングとか狙っちゃってね、はい、攻めてあげて、まあ、みたいな立ち回りになってきますね。結構ね、大変ですね、本当に。さあ、ずっとナイトがタグ取ってくれてる。本当に攻めはいいんですよ。攻めはもう十分すぎるんでね。問題は守りというところで耐えていきましょう。さあ、でこれはナイトのタゲがなくなる、まあ、スケバレの落下ダメも痛い、トルネーで迫撃にダメージも与えつつ、あの一発ぐらいならね大丈夫そうではある。さあ、まあ、あとは耐えるだけなので耐える、一心耐えていきます。バルーンで壊してもいいかもですね。さあ、これはね、まあ、前半に1本折れたのはマジででかいですねというところで、グッドゲームでございます。さあ、って感じですね。まあ、こう、最近マジでコウモリがね、多いんでね、この LSP もね、はい、めちゃんこ強いでございます。おすすめでございます。まあ、このデッキはね、てか、みかんさん、みかんバルめっちゃあるんですね、形が。なんか、アイスピ、ファイスピの、スピスピ型のバルーンもあったり、なんか、ランバー、ゴブリン、コウモリの、なんかバルーンもあったり、なんかみかんさんのバルーンめちゃくちゃいろんな方があるんですけど、まあ、そのうちのね、はい、一つでございます。よろしく。なので、概要欄にね、はい、みかんさんの、まあ、YouTube チャンネルもね、貼っておくので、ぜひね、はい、そちらも、見てみてください。チェックお願いします。という感じで、ね、さあ、今回相手はアイゴレスキュット26は最近あんまいないので、クロスボウかな？ん？あ、マジエチロイフグっすね。マジエチハンターロイフグ。となれば、ここでロイホグが来る？来そうではある。来た。あ、めっちゃいいな、それ。これ、一回キング起動したいけど。いや、これ、いい。プリン別に延命できなくてもいいんだけど、延命できちゃった。しかもキング起動できた。いや、神防衛すぎない？
まあ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 、今回言ってはクエイクとかあるんですよね。で、まあマジアチハンターで、まあハンターさえ攻め行きすればバルーンは一発入るんですけど、まあそのカウンターを止めれるかみたいなね、感じだと思います僕は。とりあえず D がここに飛ばしたのはなんでだ俺。まあまあまあ、ミニペスケー、はいはい。でウッドがあるんで、まあ僕のプリンはそんな活躍はしないですね。言っちゃそんな活躍しない。まあでもですね。さあ、でこれは相手ハンターなんですよ。まあハンターは雪玉でパーンってすればもう一発は間違いなく入ると思いますね。まあその代わりこのカウンターを僕は抑えられるかっていうところですね。さあここは隙読みかはわからないがウッドが来る。今とかロイフが来たらちょっとやばいですけど、まあまあここはダメージ許容していきましょうか。まあまあ攻めは通るんですよマジで。この出来攻めは最強なんでね。はしめマジアチャーワンチャン、マジアチャー来たら強でもいいな。あ、これでロイフグっすね。これちょっとなんかおしゃれにね、おしゃれに防衛していこうかな。全然おしゃれじゃねえけど、守れただけで褒めてほしいで、ね、マジアチャー射抜くのか。うん、雪玉逆かな角度。いやまあでも後ろに下がったならいいですね。しかもプリンが優秀で、まあ耐えましょうと。耐える。相手もやっぱ回転が結構早いんでね。でもこれはもうバルーンディガーするだけだと思うんですよ。で、あのハンターに雪打てば一発入るので、これ完封は難しいぞ。さあ、雪玉打つ。で、僕はここの、あれですね、ロイフグを止めれば勝ちと。いや、攻めだけはマジで異常なほど強いですからね、このデッキ。さあ、攻めだけは最強。ここ耐えろ。であとまあ端前、まあマジアチャが絶対来るんで、この辺にもね、時間稼ぎして、よいしょ！さあ、まあグッドゲームと。危ないですが、攻めだけは本当に最強です、これ。なんで相手が、なんだろうな、ワンチャンマジで、どう頑張っても守れねえよ、みたいなデッキが来たら、結構キングとかに狙ってもいいと思いますね。だからめっちゃ相手が、もう防衛固いデッキとかだったら、まあバルーンめっちゃ飛ばしまくるとか。結構ね、いろんな立ち回りができると思いますね。相手がプリンセスがきついならば、プリンセスを無限に貯めることもできれば、相手がバルーンきついならば、バルーン飛ばしまくるし、みたいな。ちょっとね、面白いですね。さあ、よろしく。雪玉よろしく。暇なので、ナイトかプリン咲きたいが、まあ、なんとなくプリンセス。なんかプリンセスの方がいっぱい出されたらうざい気がしますよね。ボリー。ボリー。まあまあ、ボーラーといえばスケラかバルーンですね。で、ベビーか、あー、ランバーなので、バルーンですね。さあ、バルーン対決となりました。さあ、これは、あ、なんかね、みかんさん、雪玉とね、あの、トレネで近起動してたんですね、これ。うわ、できた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 。え？ちょ、初めてした、初めてした。みんな、ちょっと褒めてよ、これ、今の。みかんさんがやってたの、雪玉トルネで、キング起動できるんよ、みたいに言ってて、今やったら、できちゃった。できちゃったっすね。そんな簡単にできちゃっていいのみたいな感じなんですけど。いや、OP ですね。インドラサイター。インドラサイターらさ、ディガーバルン行っていいよな。ベビーしかないから。まあ多分相手もまたトレネだけで許容かもしれないんですけど、まあその間にディーガーが入ってるんでね。あ、フリーズトレネでノーダムキング起動だ。うわ、うまい。あれ相手、やってる、やってる。ラッキー、ラッキー、ラッキー。さすがにラッキー。こう散歩しようかな。お散歩して、ちょっとカウンターも狙いつつね。ワンチャンバルーン飛ばしたらさ、ベビドラ、行かれてしまう。行かれたらいい。インドラも相手出しにくい。インド来ても攻め行きあるっすね、これ。いや、強っ。で、しかも、スケで向けれる。いや、ね、攻めだけは異常に強い、このデッキ。攻めだけはですね。で、相手フリーズがあるんで、いや、これちょっと悩むな。まあ、悩むが、オッケーオッケー。いや、ユキもあるんでね。最後これ、フリーズされてもユキもあるって。で、またバルンディガーして。いや、めっちゃいいよ、めっちゃいいよ。相手ボーラー逆行った。インド来たらユキ。さあ、プリンもね、相手結構きついんじゃない？さっきから。溜まっていくよ、プリンちゃん。いや、マジ、プリンセスってよく考えると結構強いっすよね。ずっと、ああ、めっちゃいい。なんかフェイクというか、ちょっとやばいっすね、ラッティンも。
ラッティもちょっとだけやばくなってきた気がするが、本気で延命するよ、そういうのは。本気で延命しちゃうよ。お、やばい、待って待って。バカ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 。なんで、なんでそこで縛った？タイマーに合う。まあ間に合ったし、まあなんなら逆算144までいってるので、まあ負けはしないですけど、最近なんかね、縛ることがマジで増えちゃったっすね。スペル風芝が、今まで僕ほぼしない、したことないレベルの人だったんですけど、したことないよ、嘘か。まあ、公式戦でも何度かあるし、まあ、あるけど、そんな多いタイプではなかったんですけど、ここ最近なんか芝の量がね、今までの3、4倍ぐらい、謎のフィーバータイム入っちゃってるんですよね。マジで一個も嬉しくないんですけど。だから僕が、このなんかね、動画中にっていうか、縛ったところで、誰一人嬉しくないんですよ、マジで。本当に。なんかこう、焼き鳥っていうチームメイトいるんですけど、もうマジで。何百万とか大会賞金が目の前で縛るみたいな、そういうやつなんですけど、まあそういう人からしたら、芝は美味しいかもしれないんですけど、僕とかからしたらもう芝1ミリも美味しくないんでね。最短的に何も考えてなかった。あれか？もしかしてこれあれじゃね？エリポンゴレだ。エリポンゴレ。さあ、トルネで相手絶対、で、スケドラかな？スケドラだと思うんだけど、これトルネ使った。いや、結構美味しいな。いや、アンチュってもいい。いや、いい、エクサイル。いや、アンチュこれ落ちるで。いや、でけえ。皆さん、このデッキの情報をさっき言いましたね。攻めだけは最強なんですよ、マジで。攻めだけなんだよな、マジで。本当に攻めだけ。攻め以外ね、本当に、脆すぎて。これちょっとキング狙っていきますね、僕。なぜキング狙うかっていうと、このデッキ、エリポンプラスのゴレの形組まれたらちょっと守れない気がしたんですね、今。ここ一回クッション入れます。ヒースビジミニーな。で、スケドラ、ん？ベビドロライドロだったな。スケドラいねえな、じゃあ。普通にバルーンきついな、相手。さあ、いや、これはね、一回、バルーンを飛ばしてもいい気がするですね。バルーン飛ばして、まあ、こっちにコスト使わせて、みたいな。いや、そんな、あんまうまくいかなさそうだな。ちょっとやべえな。これ、守れんのかな、俺。マジで。これ守れないっすね。守れないんで、一回ここでキングいきます。もう一回。サンクラおられないようには防衛します。いや、って相手これがね、守れない説ある。佐藤は。うわ、やばい。いや、マジでマジで。俺が守れない。一発？やばいやばいやばい。やばいやばい。本当にやめて、本当にやめて、本当にやめて。いや、バカ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 。プリンセス、なんで俺、端前出したんだ？あ、やったやったやった。ああ、やっちゃったー。これあれっすね。最後僕、端前プリンもして、バルーンも攻めたんですよ。端前プリンはせずに、端前プリンあれなんですよ、今、絶対自陣に出してたら、多分守れたんですよ、あれ。多分、キングは行かれなかったと思う。ライドラとかベビー処理できてて、やっちまったーって感じですね。はいはい。なんで、まあ、攻めるところは攻めるんですけど、攻めすぎないようにしないと、防衛全然できないんでね、このデッキは。まあ、バルーンは結構飛ばしていいが、プリンは防衛しっかり出しとかないと火力が出ないって感じかな。いや、もう次今の相手と当たればね、絶対勝てますね、僕も。さあ、迫撃。最近迫撃の使用率もすごい高い。とりあえずもうね、一体一体耐えていきます。よいしょ。いや、間に合ってるでしょ、これ。え？疑惑。まあ、タル使ったんで、プリンめっちゃ高めに出しちゃったし、やばいな、これ。こうやって迫撃スケラっすね、多分。これちょっとね、延命は別にできなくてもいいんですけど、ムート壊したいっすね。よいしょ。さあさあさあ、まあ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 。いや、痛すぎー、ワロタ。ダメージやばいっすね。あ、でも、相手のスペルにもよるんですけど、絶対バルーンきついんですよ、迫撃スケラは。ファイアボだったら全然なんですけど、いっちゃいます。だとハンターかな、ハンターが多分、あ、マスケ型だ。なんかファイブだったら泣きたくなるが、ファイブじゃない多分。おっき、一発、なんならもう一発、にゃーん、消え方リンガー。まあまあまあ、ダメージは一気に逆転と。
いや、めっちゃくちゃいい。低めつけて耐えて時間稼いでからの、よしよしよし。さあ、迫撃のスケラーだと思うんですけど、スケラーだと思うんですけど、マスケやりゴブスね、出して。まあ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 。攻め迫来たら、ワンチャン無視でもいいかな。左サイドだったら。あ、一回、ゴワードが、僕のゴワードがこれによって救われましたね。いや、噛みすぎるやろ、マジで。でけえ。さあ、全部チャラになった。相手もびっくり。え？君そんなにコストなかったのっていう。さあ、まあでも僕としては、結構地獄ではありますね。バラン飛ばしたってもいい気もするが、一回これは飛ばさない方がいいですね、佐藤。飛ばさず、もう一回盛ります。今、スケラーですね。スケラーを相手打ちたいが、打ちにくそうで、マスケだったな。まあ、ナイト、いいナイトだ。これ、ユキ打っちゃいてな。ユキ打って、ポイズンだから、おー、チェーンが神！よしよし、いや、爆破入ればいい。で、低めに置いて、低めに置いて、全部低めに置いて、事故らないようにして、これちょっとあれですね、スケラ打たれるんで、後ろに下げて、タゲを外すと、このスケラ防衛が結構楽になって、いいんじゃない？あ、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいいはず。耐えてくれ。やばい、バカバカバカ、なんで耐えね。はい、来た。さあ、グッドゲームと。最後のね、ディガーでね、タワーのターゲットをね、スケルトンラッシュへ向ける、まだタゲを外すね。おしゃ技良かったんじゃないでしょうかと、まあ、いう感じで、ちょっとね、最後負けちゃったのは悔しいですけど、はい、このね、みかんバルーンデッキぜひ使ってみてくださいというわけでね、終わります。よければチャンネル登録、高評価、コメント等もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。